4証言で考えるシリーズ。音声配信を4証言で考えるのその6になります。えー、オンデマンドミニマム編集の領域、これまでこう、第一証言にあった、音声配信の第一証言にあったところを、その中を4つの証言に分解してみるとどうなるかっていうことで、えー、その5に引き続きその6という形になります。 で、ここで、えー、実は、まあ、前提はね、ミニマム編集、オンデマンド編集のこのピンクのとこですね。ピンクの第一証言、右上のところ。ここをさらに4つの証言に分けたいんだけど、これをどう分けるかっていうことで、その後のところでは、トーク性とニュース性、パーソナル性と社会性という分け方をしたんですね。それで見ていったわけですが、ここでは、えー、すでに、 4証言で考えるの。声日記を考えると、今後のポトキャスト展開を考えるで入れた軸ですね。配信者リスナーの関係。そして配信者同士の関係。ここがどう変容するのか。それから、その時に縦軸には水平性と垂直性っていう言い方をしました、えー。フラットな関係なのか、ある程度こう縦の関係になるのかっていうね。こういう分け方はやっぱり基本 として、まず最初に見ておく必要があるだろうと思いました。で、ここに前回は出してない表なん、表っていうか図なんですけど、右の方に赤くメンバー型って入れときましたけど、前回はこれがない形で結論終わってたんですけど、あの、声日記と今後のポッドキャスト展開ですね。